去年4月以降の自衛隊機の緊急発進が1000回を超え、年間の過去最多を更新したことが分かりました。自衛隊機の緊急発進は東西冷戦時代に記録した944回がこれまでの最多でした。しかし2016年度は先月末までにすでに1000回を超えたことが関係者への取材で分かりました。去年の12月までのデータでは中国の航空機に対する緊急発進が全体の 73% を占めています。